ダイヤモンドバックスのジョー・マンティプリー投手は1日、日本時間2日、本拠地、ドジャース戦の6回西一塁で登板。大谷翔平投手を見逃し三振に仕留めた。同カードで三連投し、いずれも大谷の打席から登板。毎回のことだけど、特に3日連続となると、前日よりいい投球をしないと、とタフな仕事を振り返った。徹底したマークだ。 同カード初日の8月30日、同31日には6回西三塁、大谷の打席を迎えたところで登板。冒頭で失点を許したが空振り三振に仕留めた。翌8月31日、同9月1日は6回一死で再び大谷と対戦しにごろ。6点リードの1日、同2日、も3回目の対戦を果たした。 5月に敵地で行われたドジャース戦でもマンティプリーは3試合連続で大谷と対戦している。カード初戦に先発し、続く2試合は救援登板。トレイロブロ監督は徹底して左腕を大谷に当てた。今季だけで9打席対戦し、1安打3三振と抑え込んでいる。アウトを奪うことができれば、間違いなく自信になるよね、と振り返る。とはいえ、 44本でリーグトップを独走し、史上初の43本塁打 &43 盗塁、43から43を達成した大谷との対戦。難しいのは間違いないよ。ミスすると痛い目に合わされる。彼は月まで飛ばしちゃうからね。常につきまとう恐怖。眼枠場しっかりと狙い通りに投げるようにしたい。と兜の尾を締め直した。